はいどうも、妖怪三国志国取領図今回もやっていきます。今回はね、群馬新強化ですね。まあちょっとね、強化といってもそんなに大きいことをやるつもりはないんだが、でずっとね、溜め込んでいたスコアタでね、金貨で交換できるワクワクコインもね、50連安で回していきましょう。まあただちょっと孫昌光ちゃんがね、正直継承不思議 10% アップ。今回の孫昌光ちゃん別に、なんつうんだろう、とつってなくても全然OK なイベントなので、孫作もね正直私超10突してるから、まあ回すの迷ったんだけどね。まあ高僧さんはね、継承があるので、まあ来てくれたら嬉しいかなって感じで、一応ねこのワクワクコイン結構いいんだよね。A ランク以上なんで、まあ継承できるものは継承しましょうっていう感じで、はい。まあじゃあやっていきましょうかね。で一応群馬神の方の強化はね、私調整がついに10体になったんですね。一応カットリーがね失敗しましたかね。まあでもこの前使ったからいいかな。5分の4継承してて、今回ね本当はやろうと思ってるのは董卓にね、龍門をつけようと思ってます。3秒ねやりたいんで、私3秒好きなんでね。高孫さん完成、脅威は完成でしょ、で趙雲も3秒完成してると、で孔明さんも3秒完成してて、陳宮はね勇ましい使ってる、大京ちゃんも完成してて、総比この辺のね取り付く系がねちょっとよく分かんないんだよね、何つけていいのかっていうのが。まあちょっと今後期待したいっていうところはあるんだけど、であとあれだよね、曹操がね本当はもう上昇つけた方がいいんで、でも戦力2000超えちゃってもう嫌になってきちゃったんだけど、これつけるとこっちなの、ちょっと私よく分かってないんだけど、こっちとこっちをどっちか鍛えるとね、キラコマさん撃破のあれになるって言ってて、で中達はこっちかな、ブリッジの方がいいのかな、どうなんでしょうって感じで、はい、継承ね今迷ってて、まあとりあえずね、本当はどれが優先したらいいのかな。まあ一応基本的に国取りでね、まあちょっと私もう滅亡しちゃったんだけど、まあここでね、エスコンとかは基本的に、まあ今ちょっとね、超十突やんなきゃいけないっていうイベントが多いので、この筆をと交換しなきゃいけないんだけど、まあ基本的にはね、エスコンとか、まああとはね、この群馬市、この辺をね、国取りの地場金貨で交換して、強化するのがね正しい形って形なんだけどね。一応私の方でもあんな状況で、妖怪もね全然小成功をうまく使えてない状況でも、まあ一応今んとここの妖怪三国志っていうね、でも6000以上の戦力増えたな、まあ、最近超ずっと流行ってるからな、まあこれぐらいでもね、ガシャのね小成とか全然、まあね、天神シエンマとか剣豪ベニマルゲットできた時に使おうと思ってた小成痕温存してる状況で、まあこんなに温存してんだよね、アホみたいだけどね。まあでもイベントは一応ね、例えばこの前の京都の星8とかもね、いろんなイベントが一応クリアできてるので、まあちょっと国取りではね、あれなんだけど、まあ今んとここれでもクリアできてるからってこのままにしてるんだが、はい、まあ一応こんな感じでも成り立ってるので現状はこんな感じかな。特に無理にっていうか、やってません。群馬市もねそんな感じで、本当はね曹操に代わって今回の孫昌光ちゃんみたいな攻撃の群馬市がね、なんか調整出てくんねえかなって待ちつつね、こんな状態だったんだけどね。まあ前回董卓出ちゃったから、今回あと何ヶ月かは調整出ないかなと思うので、
何言ってんのかな。はい、まあまあまあ、とりあえずちょっと今回ね、今回は一応董卓ね継承しちゃうかなと思います。まあ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 、どうなんだろうな。あれ龍門がいね。あれ龍門いないぞ。いた。うん、まあどうなんだろうね。ただ董卓はねやっぱ周回で使うのでアイテムドロップアップあるんでね。うん、まあ董卓はやっぱり董卓やろうという感じですね。陽気ゲージ、あ、じゃあね、こっちはこっちか。あとね、小成功もどれにつけようかなっていう問題もね。なんかね、まあ今んとここんな状態でもクリアできてるからいいのかなと思うんだけど、ちょっと。まあ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 、また頑張りましょう。董卓を育てるか、小生もね、フェス群マシンだから中達がいいのか、長雲もよく使ってるしな、イベントでは大凶ちゃんと高孫さんも使ってるしなって感じで、なんかねクリアできるから、なんか一応今のところイベントはクリアできてるから、なんかこんな風にステイになっちゃうんだよな。はい、ごめんなさい。そしたらワクワクコイン回していきましょう。孫昌宝ちゃんのあの不思議 10% もな、いいんだよな。で10突になったら継承みたいな感じやろうかな。50連やればさすがに金が1回は出てほしいな。ただ全部 A ランク以上なんで、うん、おいきなり金だ。なんか孫昌宝ちゃんやっとけばよかったかな。でワクワクコインはね、なんだっけ、スコアタの時にね交換できますので、うん、そう、このためにね一応10突してるやつはみんなバラしたんだよね、群馬神。おお、孫昌宝じゃなくて、孫昌宝じゃなくてなんだっけ、高孫さんか。これダントツになった。7突か。うん、まあいきなり出たが結構いいのかな、このガシャ。あと何気にね S ランクコインが初級中級をね周回してたらゲットいっていきました。小生ピンクエンペラーは明日かな。まだねスゴロクとかいろいろお守りとか貯めてるから超級じゃないんだよね。さあ、ただ A ランクだからポン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 、 A ランク何気にね10突したらね継承したいなと思います。9突だな、これね。あんまり初期の A ランクだけなんだよね。最近の A ランクも追加してほしいね。追加されるまで待ってりゃよかったかな。という感じで群馬神のね結構あの複数継承できるようになったんで、ちょっとスキル継承が追いつかなくなってきた。金がまた出た、すごいな。高孫さん継承しとけばよかったかな。これで10突できる。これ今度スカタ来たらまたこれ交換しようかな。ほい、また高孫さんだ。10突はなしか。なんかいいねこのコインね。2回来てくれると嬉しいね。高孫さんがたまったらたまったなりにカトリーヌぶっ込んでカトリーヌ完成させればいいのかな。50連中30連が金ですね。これちょっとね孫作来たら10突してるからもういらないんだよね。おっ、高孫さんが3回目だ。
おお、ポンジョコちゃんが出ちゃったよ。あんま衝突するとね、スキル継承しづらいんだよね。そしてこれ10突溜まると、まああんま意味あるか分かんないしね。正直継承するとさ、あれがいるんだよね。こいつらをさ強化するのにさ、玉児がいるからさ、ちょっとあんまり玉児もなんか減ってきたしな。40個銅は40個あるけど、なんか微妙っちゃ微妙なんだよな。妖術のやつもね、あれ誰につけてんだろうな。この彼いいよね、妖力アップ大だったんだよね。誰につけてたんだろうな。リクソン？あ、でも召喚アップ大だ。これはどうなんだろうな。まさかこいつじゃないしな。あ、ここにつけてたんだね。孔明につけてたんだ。まあちょっとそれは考えましょうかね。ここに妖力アップ大いるのかっていうところなんだけど、ちょっとまだいいや。リクソンにつけてもいいと思うし、うん、小京につけてもいいと思うしな。うん、まあちょっとまた考えましょう。あとなんだっけ。あー、両毛だ。俺もね、なんか本当みんなどうしてんの継承。結構複数になったからな。ちょっとなんか高月影を なぜか両毛にしてんだよな。こんな感じ。はい、じゃあラストね、ごめんなさい、行きましょう。という感じで、このコインね、ワクワクコインスコアタで交換できるので結構いいね。50連で一応 S が4個出た。40連で4個出て、最後ラストラストはダメだったか。まあでも4個出たらいいんじゃないかな。うん、あーもったいないか。まあいいや。あーもったいね。はい、という感じで今回ねワクワクコインやってみました。ちょっとごめん、ちょっと段取り悪くて時間かかっちゃったから、 S ランクコインもうちょっと貯めてからやりたいな。夢のね、まあフェス妖怪もいるし、夢のゴズとかもいるんでね、ちょっとなんかまとめてやろうかな。なんかね、初級中級回ってるだけで本当に、うん、表示した時は必ずゲットするようにして、上昇もいいんだよな。はい、というわけで今回はちょっと、うん、カラスはいないんだな。はい、スキル継承少しやってみました。私どうすればいいですかね。よろしければコメントで教えてくださいねえ、 S コン調整コン誰につけりゃいいのかなとかね、ほんと迷うね。ちょっとこれは生放送かなんかの時にやろうかな。はい、じゃあすいません、ホーソンさんは今回もいいや、これでもう終わりにしちゃおう。これでカトリーも完成させちゃおう。まあでもね、大京ちゃんとコウソンさんいるからね、カトリー完成させるあれもしなくてもいいんだけどね。まあ、今回コウソンさんが3体出たんでね、はい、カトリーも完成しました。まあまあでもね、これで結構、はい、必殺打ちまくれるので、スコアタでね3体使うかもしれないんで、はい、こんな感じでやってみました。完成が1体2体3体4体5体5体か、結構いますね。はい、45個とね玉児もいるんでね、はい、銅鐸か曹操か、なんか曹操の方がないいと思うんだけどな。はい、またカトリーやっちゃいました。はい、じゃあすいません、今回こんな感じです。ちょっとぐだりましたが、群馬神強化ね、皆さんいい機会なのでやってみてもいいんじゃないでしょうか。
はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、スゴロク今日1回やって明日ねピンクエペラゲットしたいかなと思ってます。ちょっとサイコロなくなっちゃった。中級やってますかね。はい、じゃあそれではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。ピンクエンペラーはあとちょっとで超ごとずだね。